メンガタクワガタ属は、高注目クワガタムシ科に属する分類群。中部アフリカに分布し、メンガタクワガタとグラディアトールメンガタクワガタの2種のみが属する。オスの頭立ての上に相当する位置に発達する、頭部の大きな、ついた手状の出っ張りが特徴的で、名前の元ともなっている。他のクワガタムシと同様、この出っ張りは、大型のものほど発達し、オス同士に、 闘争の際に相手の大顎が自分の頭部を噛むことを防ぐ盾の役割をする。珍しい気褐色の退職は太陽光線に含まれる熱線の吸収を穏やかにする適応の結果と思われる。また交尾の際にオスがメスの背に乗りメスの頭部の前に交尾器を示してから普通の交尾姿勢に移るという不思議な観察例が複数ある。メスは 柔らかめの白色不及剤の木質表面に日本産のクワガタと同じくのような明確な産卵根を残して産卵する。幼虫は半年ほどで羽化するが日本の環境では生成熟するまでに半年以上という長い休眠期間を要することが知られている。クワガタムシの飼育愛好家小島博は羽化後3ヶ月経過して休眠状態にある雌有の成虫を 白熱電球を使い直上から温めることで活動を開始させ、交尾散乱させることに成功し、1日以内の交尾で30卵以上散乱することも確認した。一定以上の高温にさらされるまで繁殖行動を開始しない性質や、クワ型に似た湿度コントロールに向く散乱根を築く性質は、現地アフリカでの雨季、寒気の気候に適応した結果だと推察される。 成虫、幼虫ともに高温多湿の環境を好むとされるが、幼虫はかなり期間乾燥にも耐えることができる。採卵自体は難しくないが、生成塾までに長い時間を要する割には、生成塾後の寿命が短いため、管理が難しい。幼虫は禁止瓶での飼育も可能だが、摂氏20度高温での飼育では発酵マットでも大型個体の羽化が可能なことから、 雨季の低温期を幼虫で過ごし、寒期の高温期に成虫が出現し、短期間に繁殖する種類である可能性が高い。ありがとうございます。